根津君が悩んでおります。焦ってるんだと思うんですけどね。まあこの焦るっていうのが一番歌に良くないので、まあちょっと気分転換にどうにかね、まあ、美味しいものでも作って食べてもらいたいなと思います。いや、両方前の後ろ、ああ。
ほら、そこで抜けるんだなんで、それまでは痛い、って抜ける。下に下に下に。Marcello Nezzo. でしょうか、ねずくんね。まだまだちょっとまあ足りないところだらけですけども、徐々にでもうまくなってるなという、日に日になんかこうねずくんダメなところ気づくように僕もなってきたので、僕も頑張っていきたいなと思います。はい、というわけで、この動画が良かったと思う方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。またオンラインレッスンもやっておりますので、下のアドレスからどしどし、メール送ってください。最近なんか質問メールも多いんですが、まあ質問っていうよりはまあちゃんとこう会って、あのズームとかで会って、ちゃんとお話、顔見て声聞いて、いろいろアドバイスしたいので、できればオンラインレッスンで一緒に歌いましょう。ということで、高橋達也でした。またねずくんね、ちょっと頑張ってもらいたいなと思います。チャオチャオ。